どうすかね、昨日ずっと練習してて、はい、どうしてもこっから打ちたいですよね。どうしようね。どうしてもこっから打ちたいんだよね。わかりますよね。わかります。わかります。僕の気持ち。めっちゃわかる。だからそこをとりあえずね、はい、そこはとりあえずクリアしたいなと思って、あ、なるほど、まあ、そこそこいけてんじゃねえかなと。もう今日この頃なんですね。あ、ちょっと今、今ちょっと入ったね。やっぱ油断するとすぐクッと入るんですよ。油断するとね、そうですね。やっぱちょっとやっぱこう、なんていうんですかね、こう振っていくときにやっぱちょっと詰まるんでね、うん。ダウンスイングで詰まるんですよね。ダウンスイングで詰まる、はい、インパクトで詰まるというよりか、こう、バックスイングを上げてダウンスイングでちょっとこう詰まっちゃう。ちょっとこういう感じで。そういう感じ。そうですね。そこで詰まるんですよ。なので、まあ、真正面から見たらやっぱ、はい、バックスイングを上げて、はい、ダウンスイングって左の肩がこの今あるポジションから一旦下がって入ってくるんですけど、はい、あ、詰まってる場合はこの肩の高さがここからいきなりこう上がるんですよ。そうなってくるとやっぱり手元ってこっちに落ちるんですよ。はい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 、でもこうやってこうしたらめちゃくちゃ下から煽っちゃうから、うん、ちょっと手元こっちにやりたい。あ前に持ってきたいんで、あ、ダウンスイングのその切り返しでちゃんとこうスペースを作って、うん、スペースを作って、はい、やるっていうところですね。どうしたか、はい、まあ、一番は、うん、例えばこう、バッこう構えて、うん、構えてでこうバックスイングしていって、はい、でこうダウンスイングで詰まるってことは手を下ろすスペースがなくなるんですね。あ、はいはい、あ、ちょっとこういう感じでなくなるんです、はいはいはい、でなくならせてる一つの原因っていうのは、うん、この右足のこのでっかい骨、これが邪魔なんですよ。なるほど、はい、はい、でイメージとしてはバックスイングしていったらちょっとお尻って後ろに下がると思うんですね、うん、はいはい、で後ろに下がって、うん、で後ろに下がってる時に切り返してはもうほとんどこう、まあ、流れってこういうふうに切り返しても自然に左側にこう入っていくのが便利なんですけれども、その時にバックスイングしていって切り返して本来はダウンスイングで、まあ、右足が前こうね、こう外旋って言ったんですけど、はい、外旋させると、はい、まあ、足ってこう骨盤を動かさずに足を外旋させるってやると、はいはいはい、もし足がこうがっちり固定されてて外旋って言ったら、はい、バックスイングして外旋したらお尻って後ろに下がるんですよ。まあそうですね、はいはいはい、ここが作れるかどうかなんです。なるほど、なるほど。なのでバックスイングしたお尻より、うん、はい、ダウンスイングはさらに後ろ側にお尻が入りながら、まあ、左足のこの左のお尻の方向にですね、この後ろの方向に右のお尻がこう入っていくとかですね、うん、でここに入ってこれるとここにスペースできるんですよ、はいはいはい、でもしここから浮いたらチョロですね。あ、はい、はあ、だから今までは浮いても当たってたものが浮いたらチョロになるんで、はい、今度ちゃんとクラブ引いてこれるんで、なるほどなるほど、左肩も詰まらずに打てる。なるほど、はい、ただ若干お尻きついです。こう来たらじゃあこっちへ入るってこと。そうですそうです、こっちへ、はい、ただその時に足を、大事なところは足を内旋させてこうやっちゃうんですよ、はい、はいはい、うん、絶対に足を外旋です、外旋ですね、はい、外旋こうね、そうですそうです、だから膝の向きがバックスイングして内旋って言ったらこっちに入ったらまずいんですよ。あ、こっちに入って中に入っちゃうと詰まるだけなんで、なるほど、膝が外向きながらこっちに入ってきてほしいんですよ、はい、そうするとお尻が、左のお尻が構えてたところ以上に後ろに下がるんで、はいはい、めちゃくちゃここの非常に後ろに下がる、はい、めちゃくちゃこの懐ができる、はい、ああそうですね、広いんだ、はい、でしかも見えてたこのこういうことにはならないんですよ、はいはいはい、あ、こっちに入ってる、後ろ側に入ってくる、なるほどなるほど、あ、こう入ってくるんだ、そういうことです、そういうことです、はい、だから前回やっていただいてこの骨盤が右高いです、でそのまま入ってきますよっていうことがここでできるんですよ。はい、これだけどまたあれだよね、下だよね、下です。下っすね、下使いましょう。下はね、下はこういうことか、そういうことですね、こういうことですよね、はい、これが、はい、まあ、例えばこう入ってきて、はい、ここから、はい、もうちょいこっちなんですよ、もうちょっとこっち、もうちょっとこっち入るの、でこっからこういうこと、こういうこと、はい、右肩としては、はい、このダウンスイング中に右の膝が
もともと構えているところよりか絶対前側に出ないです。出ないですね。はい。ああ、まあそうだそうですね。そうですね。後ろ側でもあるんですね。こうして、そこからもう左足はもうぐーっともう伸ばしていく。ああ。そういう感じ、そういう感じ、そういう感じです。そういう感じですか。そう、後ろ側でも、はい、そうです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 。できるか。めっちゃきついです。情報やんな、ちょっと相当相当ハードだこれ。でも、そうそうそう、ちょろって欲しいんですよ、そうやって。え、本来そうやってちょろるんですよ。だけどスペースがあるから、はい、クラブは触れます、ね、触れますよね、はい、ああ、ちょっと違いますよね、雰囲気が。なんかフィニッシュってこっからこっちの姿勢が全然変わってくるの。絶対に左肩浮いたら本来手の高さも高くなるはずなんで、はい、ちょろりになるはずなんですよ。ああ、こう下がればね、はい、だからちゃんと下げていけば前傾もキープできるし低いラインも揃えてきますよね。下げてって後ろで回る。そうです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 。はい、ケツがパンパンになります。ああ、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じです。はい。じゃあ、左肩がすごい低い位置に抜けないと、こう、詰まる感じなくなりますよね。ああ、確かに。じゃあ、嫌でもそういう風になっちゃうんですよね。この使い方をすると。はい。これでここと両立できたらかっこいいな。多分ね、そうしないと当たんないですね。あ、そうなんだ。はい、当たんなくなります、逆に。ちょっとちょろりますよね。はい。ちょっとでもクラブ縦に行ったら、絶対体起きるんで、当たんなくなるんですよ。ちょっと起きますよね。はいはいはい。はい、あ、だから本来、起きたらちょろになるはずなんです。はいはい。そうですね。そうです。そこから左肩がめちゃくちゃ低いところに抜けていく。そうだ。そういう感じです、そういう感じです。わ、はい、かりました。ああ、いいですね。そういう感じですね。はい。そういう感じです。そういう感じです。はい、それぐらい左肩がこう低いところ推移して抜けていきたいんですね。なるほど。はい、じゃあこの骨盤周りがね、なんですかね、ちょっとしんどいんだけど、はい、回ると思うんですよ。はいはいはい。はい、だけどやっぱりミートはできますね。ミートはできますね。うん、はい、ミートはしやすい、逆に。ここないですからね、物が、うん、だからただピョンと振ればいいだけ。そうです、スペース作っちゃう。はい、もう腕バン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 振れると思うんですよ。はい、これとあの使い方両立はすごいな。ちょっとよ、ああ惜しい、ちょっと滑っちゃいますね。はい、これ来ないですよね。これ来ないね、確かに。はい、やったら当たんないんで。なるほど。はい、こう、そっか、これできたらいいな。惜しい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 。あ、でも随分低くなるなこれ。うん、めちゃめちゃ低くしないと逆に当たんないんですよね。そういうことっすよね。はい、いや、前傾キープというよりかもう前傾自分で作りにいってるような多分感じじゃないと。前に鏡に行かないと多分当たんないですね。もう本当にそんな感じでしたね。感覚としては。はい、じゃあシャフトはやっぱねじれないですね。シャフトはねじれないですね、これは。まあ、ねじってる暇ないんですよね。ねじってる暇がないよな、ね。はい、もうダウンスイングに入ったらもうこっち側に入ってるんで、こっからシャフト立てるってまたね、前傾起こすのが絶対当たんないから。下半身の意識でできるように。ああ、いいですね、そんな感じですね。ってことですよね。はい、なんかめっちゃ遠心力かかりますよね。そうですね。めっちゃ遠心力かかる。おい、いや、こういう感じですか。だから極論がやっぱりババワトソンとか、はい、例えばあのドラゴン選手のカイル・バークシャーとか、やっぱりこう打った後に絶対こう左足がこっちまで来るんですよ。はいはいはい、それってもう体を思いっきりこっち側に使ってるので、じゃあクラブをこっちに振る力と自分がこっちに振る力で引き合って体って強くなるので。なるほど。はい、
確かにこっちに触れますね。そうですね。ちゃんとできればいけるね。はい。ちゃんとできればの話。頑張れ。おー、いい。めっちゃいい。めっちゃいい。これは相当だな、これ。ああ。めっちゃいいっすよね。なるほど。いやー、バカいなスイングが。そう、だから魚眼でもね、絶対このアーリーエクステンションしないですね。星の位置がさらにこう後ろ側でこう回るんで。なるほど、なるほど。絶対いかないですよね。これであの右の杭がなくできたら、杭はだいぶ収まります。やってる暇がない。ね、これこれですよね。はい、ああ、なんかこれヒール来なくなりますね。ヒールはまず来ない、ね、ヒールに当たんなくなるね、これ。ヒールに来るってことはやっぱ左肩完全に絶対浮いてるっていうことなんですよね、はい、インから入ってヒールに当たる人は絶対浮いてるんで、うんうん、はい、いやもう打点が変わりますね、これ。そうですね、そうだ、いいとこに当たる、これいいとこ当たりますよね。いいとこに当たる。自分ではなんかもうすごいこうかがんで打ってるようなつもりでも、やっとこさそれで前傾キープみたいな感じになるので。そうか、感覚が。ああ、いいですね。はい、頑張れ。足使うんでやっぱしんどいですね。ああ、足は使いますね。足めっちゃ使います。はい、他の人から見てたら全然なんか使ってるように見えないですね。ね、もう自分的には相当思いっきり使っても相当来るの。はい。だから逆に言ったらベタ足ってこう足思いっきり使わないとベタ足になっちゃうんですよね。なんかこの間教えていただいた、これをさらになんかもうちょっと強烈にした感じ。強烈にした感じね、確かに。ね、はい。だから結構自分で足を思いっきり蹴って上げに行かないと、もうベタ足すぎて体回んなくなっちゃうような感じですね。知って、ちょっと浮いた。じゃあ浮いたね、今ね。はい、もう本当に自分で浮いても分かってくるんで。浮いた。しよしよし、いい。あ、面白い。そう、もうこの腹前がすごい何もなくなる。面白いよ、これ。しっかり抜けるぞ。握らないで、ちょっとイメージ作って。おー、そう、いい感じです。いい感じです。手はかなり低いところめっちゃ低い。あ、強烈に低いですよね。手が低い。手が低い。手がもう低くないと当たんないね。低くないと当たんない、これ。はい、そ そういう感じですよね。はい、あ。おお、めっちゃ入りよくなってきた。入りが良くなってきましたね、確かに。そうですね、はい。当たり方が変わる、これ。こっち、本当こっちだもんね。そうですね、後ろですね。こっち行ってこうだもん。はい。はい、だから本来あったお尻の位置よりかは、それより後ろ側で体回ってる感じに、ね。はいはい。じゃないとダメですよね。はい。これがやっぱり体に遠心力発生しちゃうね、これ。そうですね、もうバンバン振っていかないと届かないんで。はい。おー、すごい。やっぱちょっと肩が楽になったからすごい振れますね。そう、肩が楽になって、まだあれだけど、だいぶ。おー、いや、けどいいですね。だいぶ動いてきたんで。すごい。そっか、これはなんか飛べそう、飛びます、ね、自分で分かる、飛ぶのが、うん、だって、まあ、やっぱこういう感じありますもんね、この後ろに行きながらウェーンっていう、そうですね、はい、遠心力がウェーンって発生してる、うん、やっぱもう結局こうクラブを前側に振っているんで、はい、こう自分自身は後ろに下がっとかないとこう引き合わないですからね、はい、これだからもうバックスイングなんてやら
あんまりもうこの辺からガーってやってるか行ってもいいかもしれないですね。うん、バックスイングはほどああうねってきたでこうした方がいいかも、ね、バックスイングはあんま上げないです、はい、そっから体頑張る。ああいいね、いいですね。あこれいいかもやっぱシャフトにずっとこう負荷かけようと思ったら ねやっぱそんな感じになりますよね。この辺からもうグワッていった方がいいかも、うん、よし。あわつきちゃん惜しいな。ジョン・ラームとかトニー・ピラウがすごいこうショートトップでもやっぱ強く打てるっていうのは多分こういうとこだと思うんですよね。あなるほど、分かりました、はい、これいけるいけるあそこからだから結局シャフトに思いっきりガツンと負荷かけるから、はい、しなり戻りでうまく打てるので、はい、こうしたらもうこっからガンっていけばいいな。そうですね、はい、もうそれぐらいのタイミングじゃないと多分そのぐらいのタイミングじゃないとダメですね、はい、振り上げてってからじゃ遅いわこれね。こっからもうこういかないって。そうです、そうです。なるほど、力抜いて。おー、惜しい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 、こういうことだ。はい、そうです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 、こういうことですね。ただやっぱり最終的にはやっぱ押せるんですよね、うんうんうん、はい。あーでもいいよ、これシャフトにかけられますね。かけられますね。かけられるわこれ。面白い、ここでいいんだ。ここでこっからグワッていっちゃえばかかる、ね、こういってもここだ。おお、叩けてる。じゃあやっぱちょっとこうクロスしてこう押すっていう感じもなくなりますよね。すごいなこれね。これそういうことですよね。ここからだからこうやって時にもうこうできたら最高だな。そうですね、もうダウンスイングでこう引き合えたら最高ですね、はい、引き合えたら最高。おー、惜しい惜しいな今、うん、今できそうだった、はい、うん、いいですね。やっぱ、まあ、上下のこの引っ張り合いができればやっぱりより最高ですからね。シャフトに負荷をかけてかかってた今、はい、こう自分でこうしなるのが分かってきますか、ね、分かります、分かります、はい、こっからおおすごいすごい球なんか受けたんじゃないですかすごい球。おお、いいってことですよね。いい、めっちゃ低い。低いっすね、これは低いっすね。このダウンのこの低さを作りに行くのがやっぱり低さ、はい、すごいいいですよね。こう来て、こっからぐーっとこう入ってきて、進展使って、反力バーンともう完全に使えてる一つの証拠ですよね。こうやって打たなきゃいけないんだ。おお。いい感じ、いい感じ、いい感じ。ちょっとだけ滑っちゃったけど、全然面白い。面白いけど。面白いですけど、しんどいですよね。しんどい。すぐ汗だくになりますもん。ちょっと足使ったら、足使ったらしんどいですよ。続くだからフルスイングそんなできないってことですよ。続く、はい、これからこうだよ。回線してくる。そうです、そうです、そうです。おお、いい感じ、いい感じ。ちょうど入ってる、入ってる、入ってた。ちょっと足をもつれちゃって、大丈夫です。やっぱり足の筋力いりますね、これ。いります、これは。まあ、やってるとこれできますね、筋力多分。もうやってたら嫌でもできますよ。これはできる。嫌でもできますよ。そっか、今まで足使ってない、使ってないと言われたけど、このぐらい、こういうことなんだ、使う、ね、使うっていうのは。はい。すごいな、これ。じゃあ、あと一回褒められたら終わろう。そう。
うんうんうん、惜しいね、ちょっと切り返しやっぱり、ね、ちょっと痛いな今あのやっぱちょっと根元くると分かるんですよね。分かりますね、うん、かこうちょっとこう高くなりますね。あの動き入るとダメですね。もうあれやっぱでもこういかないとダメだ。そうですね、感覚としてはそんな感じね。そういうこの、はい、うん、右足お尻をちゃんとテンションちゃんとして、だけどなおかつこういかなきゃだ、うん、だからもう本当にお尻って結構こうバックスイングしたら、ここからどん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 右足はどん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 こう伸ばしていかなきゃいけないんですよ、はい、それかこういうぐらいだからね、うん、ああいいです ね、 こういうことですね。それぐらいまでちょっと左肩低くなると、こういうことだ、はい、このぐらい左肩ね、やっぱラグが入んないですよね。そういうことですね。はい。練習します。これ以上やると今日使い物になる。いやだけど面白いから打ちたくなっちゃうんですよね。そうですね。うん、面白いこれ。だからやっぱり練習とかまあ、はい、こういきなりこうなんていうんですかね、こうバックスイングして回転させて、はい、こうやって打ってくる、はい、難しいんで、はいはい、最初はまああのバワードさんとかみたいにこう、はい、打ったら後ろにこう下がる。あ、そういう練習でいいと思う最初は。あ、なるほど。ここからあ、そういう練習。はいはいはい。じゃあこう足を右足をこう使うっていうのが、はい、イメージ分かってくるんで、はいはい、そうなってくれば結構こうスイング的にも普通に打っていっても、あ、後ろにポンって回りながら蹴るっていう感じが作りやすいと思う。わざとこう足をこう後ろにこうやって回って、はい、でもいい、なるほど。この間は一歩踏み出したけど右を、はい、今度はそっち、そっちですね。左足を後ろ、左足後ろ、はい、あ、もう右足の後ろにこう下げちゃって、もうそれでいいんだ、はい、あ、こういう感じでこう右足を、あ、右足ってこう使うんだなっていうところが分かれば、はい、まあ、実際こうやったら足は滑りますけど、はい、地面を踏むんで結局はまた足の形は変わらないけど上が変わってくる。はいはいはい。なるほど。じゃあ骨盤丸めてスイングできるっていう感じもね、はい、多分つかあの分かってくると思うんで。やりました。はい。やります。きついですけど。頑張ります。取り組みましょう。頑張ります。はい。